んにちは、シローです。今回の動画は前回投稿したジャンボ餃子のようななんか違うやつ、なんか美味しいやつの続きです。あの時作った生地が余ってたの覚えてますかね。ジャンボ餃子みたいなそうじゃないやつを食べた後にですね、こんな感じでちょっとちぎって茹でてみました。あーなんかねコロッコロしてて可愛かったね。これをね、茹でて洗ってね、ちょっと袋に入れて次の日食べたので、その記録になります。おはよう、朝です。いやー、このコロッコロしたのでね、今日はお味噌の気分なので味噌汁に入れてね、ちょっとすいとんっぽく食べようと思います。生姜をたっぷりみじん切り、そしたらごま油で炒めていきます。ごま油で炒めるってね、忘れてたからね、ちょっと後で入れた感じだったね今ね。よくやるんだよね、なんか油敷き忘れるっていうね。さあ今日は玉ねぎと人参、人参はもう皮付きで食べちゃおうと思ってね、皮付きのまま切っちゃいました。お湯は遠くから入れて、それからお味噌、いやお味噌汁大好きだからね、いっぱい作っちゃった。それからうまいタレ、さあドボドボ入れて、うん、いい感じ。なんだかねこまごましてるね。かわいい。よし、慎重に慎重に、うわーたっぷりだ。そしたら最後にしそ入れて完成。いやーこれはちょっと初めてのタイプ、いただきます。スイトンみたいなやつ。とんでもない量になっちゃった。ラーメンですか？ラーメンじゃないんです、スイトンなんです。スイトンでもない気がするけど、まあ、スイトンっぽい何か、餃子の大きいバージョンみたいな、なんかこう昔食べた、でも忘れた、名前を忘れた、なんかこれぐらいのやつを作ったんだけど、覚えてるかな。ももの残りで、こう、なんか平べったい、平べったくはないか、なんかこう、昔、なんか屋台で食べた、よくわかんないものを作ったんだけど、それの生地の残りで作った。このね、余った生地を、まあ、なんか、ちまちま、こう、なんだろう、ちまちまこうお湯にボトボトこう引っ張ってちぎって入れて、ちょっとなんかスイトンっぽくなったんだよね、ちっちゃいスイトンみたいな。でこれをまあ豚汁っぽい感じで、あ、お肉入れるの忘れた。お肉入れようと思ったんじゃん。まあいっか、お肉入れようと思ったのに、なんで忘れるの？もう今もういいや。まさに寝ぼけながらつくとこうなんだ。こういう感じ。すごいプリプリでね。あちあちあっあち。取れた。なんか本当はなんかパスタっぽく、なんだろう、こうニョッキ的な感じでやろうかなと思ったんだけど、いやちょっと朝起きたら味噌の気分だったね、トマトじゃなかった。うん、だから今日はこんな感じで、なんかラーメンみたいになっちゃったけど多すぎて。とりあえずいただきます。あ、肉ー、あーもうすっかりだったよ。あー、うん、うん、なんかスイトンっぽい。うん、うん、おいしい。ああ、あの生地ほんとおいしいの、もちもちで。ああ、写真撮ります、このちっちゃいスイトンを。あ、よい、あ、いいんじゃない。ああ、よいよいよい。スープ系で豚汁が一番好きなんだよね。おいで、こっちか、こんな大きいので飲んでますってね。後で送ろう。じゃあこっちね、大臣は。
これは時間かかるよ。うん。いやもうほんと豚汁大好きで、あーきー、あもうほんと最高。なんかもうちょっとごま油あってもよかったかな。あーお肉、お肉なくても美味しいけどお肉入れたかった。うん、実家のお椀あるでしょ、その一人一人にさお味噌汁とか入れるお椀が、みんな大体普通サイズなのね。私だけそれの倍ぐらいあるお椀なの。今度見せたい。あのね、おっきいよ。父もおっきいんだけど、あの男性用のさ、ちょっと男性用の中でもおっきいやつなんだけど、もう私のはそれもう二回りくらいおっきいお椀で、でちゃんとお椀なの、なんか茶色くてなんか木っぽくてなんかお椀っていうお椀で、私だけいつもみんな初めから味噌汁が倍入ってんだよね。ほんとね、ほんとに好きなの。好きすぎていっぱいおかわりするからもうそれになったんだよね。どこで買ったやつかな。はぁ、おいしい。実家紹介とかいつかしたいよな。実家でライブとかね。面白そう。あぁ、シソがおいしい。大臣の出番まで持たないかも動画が。もう残量が少ないから今 0.1?0.2 か。あ、0.1 だった。うん、もうダメだね。そろそろブチって切れそう。今日の動画はブチッと切れます。言っておこう。あ、でもなんかやっぱちょっと大臣の出番ないと寂しいな。ちょっとみんなも大臣の出番見たいでしょ。ちみー、よし、これぐらい。じゃあいただきます。おー、これは七味ですわ。大臣ありがとう、おいしいよ。やったぜ、やったぜ、やったぜ。なんか今日はじこすぎるから。ああ、人参も今日皮付きでね。うん、あ、お肉まあいいね。うん、こういうどんなし汁。うちの豚汁はね、ひき肉なの。もうね、ひき肉の豚汁が大好き。うん。あ、そうだ、なんか。はいいいとこで切れちゃってね。いやー、ほんと申し訳ないんだけど、何を話そうとしてたのかは全然思い出せない。ごめんなさーい。ごめん。ごきげんよう。